ハロー皆さん、どうも、バブル2019ペナント編阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。じゃあね、いつも通り出番プレイ、チャンスになると俺がプレイしていく、よろしくお願いします。今回からね、交流戦ですね。当然先発はエースとは言い難いが2位いってもらいましょう。で、みんな調子がいい。ここに来てコンディションをみんな合わせてきた。これは頼もしねえ。なんこのテンション。でも相手は誰、バードって。え、ちょ待って、楽天ってバードとかいう選手おった？楽天の試合はね、小坂がおった時しかまともに見てへんから。小坂がね、小さっちおった2010年まではね、まともに見てたんですけど、それ以降はね、もうほとんどな試合、テレビとかでも、もう阪神しか見てへんからな。わからんないけど、誰ですか、オリジナル外人か。わあ、まあ、ここで虎の恋人誰かって誰だろうな。浅村と今井とかかな。プロも欲しいね。藤田プロとか欲しいね。な、やっぱ西はゴミです。則本もゴミやけど、西もゴミ。これはいったな。はい、完璧。浅村と今江とプロが欲しいっすね。野手。よくやってくれました。まあ、僕が知ってる限りで、その楽天の話をすると、まあ、小坂がね、おった時に、まあ、内村を育てたというのが有名な話ですね。はい。内村、まあ、渡辺直とはちょっとちゃうかもしれんけどね、内村の守備が良くなったのはもう小さっちのおかげと言っていいでしょう。小坂信者の私が言うんですから間違いないと思いますよ、皆さん。誰がな、聞きたいねんちゅう話なんやけど。あの、横浜にもね、いたちっちゃい可愛い人ですよ、内村。あの人の守備が上手くなったのはもうほんま、もう何遍も言うけど、小坂のおかげと。中地もそうやな。中地もなんか、メジャー行く前に、ちょっと守備が上手くなってたと思うんですけど、あれはね、小坂のに弟子入りして、で、中地が、そう、オフに、そう、一緒に小坂となんか自主トレみたいなのして、上手くなったという話があるんですよ。だからなんかメジャー行く日、前年かな、その年だけなんかめちゃくちゃ守備が平年って、それ以前より上手かったと。いや、しょぼい。これ野球ゲームしながらなんか喋るの無理やな。やっぱカンペになんか書いとかんといかんわ。今の話で超理解できた人おる？今内村と中地の話をしたんやけど、理解できた人いますか？今の説明で。とりあえず内村と中島の守備が良くなった、はい、その話でした。申し訳ない、話すん下手くそで。うわ、ミートうまかったけどな今の。残念、無念、また来週。まあ、こういうところがな、俺いかんとこよな。カンペないとまともになんか説明できひんっちゅう。絶対司会とかに向いてないと思うんですよ、僕。 MC ね、絶対向いてないと思う、マジで。おんま、これどないしたん。おー、いや、クソみたいな話やめるか。クソではないか。クソとか言ったらちょっとね、これは小坂に失礼なんで。ええ、めっちゃ生き生きしない今の俺。好きな人の話してるときってやっぱ生き生きするもんなんですね、人間って。めちゃめちゃ早口やしな。まあ、買ったからええ。これ買ったんか。俺ゴミ。なんもしてへんぞ俺。いや、マジでソーリーヒゲソーリーとかいうレベルちゃう。あ、平田でホームラン打ちよって。まあ、これだけやな。これだけがま、収穫ですわ。収穫ですわ。まあ、11アンダー打っとん。ボーはすげえ。もう20号到達か。あ、ゲップ出そう。ゲップ出る。あ、いけた。配信中にね、ゲップをして、リスナーがどんどん消えてったら逆におもろいだろう。
女だったら逆に寄ってくるか、ゲップしても。ほんま女って恵まれとるよな、ゲップしてリスナーがなあ喜ぶんやぞ。おかしいだろマジで、マジでこれはおかしいと思う。男のゲップは肝がられるのに、女のゲップはなんかチヤホヤされるっていう、皆さんどう思いますか。女性に聞きたい。今僕、女性のアナルティクス、アナリティクスね、アナルティクスってもう言うてまうんやけど、あれ見た時ね、35とかねいたんですよ。まああれは間違いなくパワープロとかの効果じゃないと思うんですけど、何の動画で35もおるんやろ。前ね見た時15とかだったんやけど、なんかいきなりね跳ね上がって35とかになってたから、まあ偽装、まあなんやろ、ネカマみたいなやつもおると思うけどな、 YouTube 登録しとするとき面白がって女とかにする人、昔の俺がそうだったように、キッズ時代ってそういうのしたんやん、性別偽るとかな、年齢詐称したいとか、そういう詐欺やーって、何でもかんでも嘘つきたい年頃やん、中高生の頃って。中谷絶好調やけどあんまり信用してへんから使いません。まあ、トカダもこのままでいいですね。特にこんでかな。な、出番設定で、ちょっと秋山か。久しぶりにピンチになるととかしてみる？うわ、嫌やな。したくねえ。したくねえな、ピンチで。まあ、ええわ、するわ。でね、見てる視聴者的にね、何歳と、あ、20歳、18から20中盤の人がいっちゃんおった気がすんねんな、俺の視聴者って。俺よりだからほぼ年下ってわけですよ。俺が28やからね。で、俺とほぼ同年代がその次に来てたんかな？その10代の高校生とかより。そうそうそう、そうやな。18以下の、ま、キッズとかよりは、その、ま、25から33とかの人が、2番目に来てたから、そりゃ嬉しいですね。やっぱ同年代になあ、同じ世代に見られてると安心感あるわ。初代ポケモンとかね、そう、初代ポケモンのアニメとかゲームを見たり、見てプレイしたりして育った人とはなんかね、うまーい、なんかジュース飲めそう。俺酒飲めへんから酒飲める人にはちょっと申し訳ないけど、僕アルコールはほんま人生で一度と、一回も飲んだことないと思うんですよね、マジで。タバコもやけど。あ、素晴らしいね。あ、す、え？ここできた。さあ、ここで浅村、もう帰えていいでしょうね、ここはドリス。いや、森原出したろ。森原に抑えさしたろ。こら気持ちええぞ。こら気持ちええことなんぞ、おい。浅村さん、あなたが今いるべきチームは楽天ではございませんよ。阪神タイガースなんですからね。はい、北条しっかり掴んで一塁アウト。てかこれ守備固め出しとか方がいいな。さあ、チャラい外人出てきたね。あとは特にいいか。でもこれ、これいける、これいける、これいける。はい、はい、はい、最高、オッケー。まあ、ちょっとな、打たれたんしゃあないけど、この外人侮れへんな。ようやった。で、俺何の話してたんやったっけ。小坂の話をして、アナルティクスの話をして、そうか、同年代に見られてるの嬉しいってなってたってことか。はい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 、どうでもええな。誰が興味あんねんって言うわ、柳武尊ならほんまに絶対こんな話どうでもええからな。
秋山、森原、ドリエス。さあラストいきますか。なんと秋山が高騰してくれたおかげで録画時間が10分、省エネすぎ。お前か。糸井さん使いたいが、ここはもうマルテのままでいいでしょう。はい、ほないきます。もうラストは今回はもう15分上とかで終わらす。そうするか。打者に注目してパパッと今回は終わらせますか。ええ、なんか打率低いやつとか操作したいんやけどな。まあ、平田やな。近本かな。いきまーす。はい、もう今回はね、皆さんものす、もうほんまに飛ばし見んでもいいレベルの録画時間やと思いますよ。まあ、カット編集せえっちゅう話やけどな。もうカット編集とかもめちゃくちゃ面、もう大勢やからしてへんから。そこらは許して。許さんとか言う人はもう、どっか行け。もうどっか行け。それでもお前許さへんぞ言う人はマジでもうええわ。知らん。俺は知らん。君を捨てる。君が俺を捨てるように俺も君を捨てるってことですよ。もうどっちもウィンウィンになる。そうなったらな、もうどっちももう関わりなくなるんやから。それでカット編集せえっちゅうやつおったら、字幕とかつけるんもねめんどいし。おい、いいぞボール。いや、これ近本の足やからセーフになる。セーフセーフセーフ。オッケー、足で稼いだ一本はオッケーです。足が速い。いい守備したんやけどな、このサードも。これ今えかですね。あのウィーラー出てないわ。みんな聞きたかったウィーラーの応援歌は聞けずですね。まあ、ちゃんて一個聞けたからええとしようか。二個か。これは今エクソ銀次、銀次とかいうヤマトね、もう顔似てますから。前も言うとるけど、前から何べんも言うとるけどな、こんなにエラーしとるのによう勝っとんな、うちら。やばくね、えぐくね、すごくね。はい、どれも同じ意味です。はい、まあでもこっから油断せずに行こうという手にプリのこと。まったかよ、もうなんぼほど今井のところに止まずんのお前ボケ。いや、近本にボケ言うとるわけちゃうからね。ああ、いい田中浅村バードは田中の応援歌とかも聞いた。ああ、これ4面人出てきた。知っとるけど4面。あのプロ野球、今のな、現役プロ野球選手1位でしょこの人。なにゃにゃ、こらんまーしばき回すぞこのゲーム。びっくりくりくり、びっくりくりくり、びっくり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 、オッケー、きたー。まだまだチャンスは回ってくる。チャンスやわ。ぶっさデブイ、ブサイ。もう近本マジやばいわ俺。ごめん近本。もう近本で打てる気せえへんもん。あんなに前年度近本で打ってた俺がよ、唐突に近本で打てなくなる謎の現象。 BGM かっけ。まあ皆さんパワープロのな、BGM で何が好きって言われたらこれちゃう。この BGM マジでかっこいいわ。テンション上がるね。ディー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 。で、お声やしな。BGM ええな。で、お声がヒロインやしな。で、誰がヒロインかって言われたらお声やしね。クソが。お声レベルにヒロインか。許せねえな。
ね、田中とかも売っとるしな、田中とかお声とか売っとるし、許せねえな。12安打放ちながらも4得点しか取れんかった、まあ、ゴミ打線がうんこっちゅうことで、どないですか。あ、ゲップでそう。なんかさっきからちょっと、ゲップですよな。なんか、これね、録画する前に俺、タケノコの里食ったんよ。タケノコの里食うて、あ、歯磨いて、水飲んでからちょっとこれ録画しとるんやけど、ちょっとなんか、タケノコの里が、聞いとんかな、あれ食べてゲップ出るかね普通。はい、今回はね、なんと20分とかで終わった。いいですね、このペースで今後もやっていきたいな。早い、テンポがいい。はい、じゃあ次回はロッテ戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。